おや。クリスは僕の付き人でもあるけれど、師匠でもあるんだ。だから遠慮はいらないよ。思い切りぶつかってやろうじゃないか。あらあら、お手柔らかに。いけませんね。まだ全然スピードが足りませんよ。ほら、サインをかけちゃいました。その場に来たい落書きを。かわいいですよ、ビルス様。おい、落ちない。うせって書きやがったな。くそ、ちょっと顔洗ってくる。あなたも気を抜いている。まぶたの上に目をかいちゃいます。やれやれ。はっ、そ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 れ。はっ、いいね、辛抱強く待った甲斐があった。へえ、ちょっとすっきりしたよ。満足されたようですね、ビルス様。落書きされてちょっとムカついてるけどね。まあまあ、帰りにお寿司を買ってあげますから。まあ、もういいや。トアを破壊するのは君たちに任せるよ。はい、任せてください。歴史を荒らす犯罪者はきっと俺たちの手で捕まえてみせます。じゃあ君も元気でね。ふん、何が元気でねえじゃ。一体どの口が言いよるんだか。ちょっと君、全部聞こえてるんだけど。わしはなーも言っとらんざい。では皆さん、ごきげんよう。それにしてもトワメ、俺たちの通信を乗っ取ることまでできるようになっているとは。奴らもあの手この手で仕掛けてくるの。それだけ向こうも打つ手がなくなってきてるってことよ。ターレス、スラック、クーラ、ブロリー、ジャネンバ、他の歴史の強敵たちもそうは残っていないはずよ。ミラとの決戦も近いわ。この宇宙の歴史を守るため頑張りましょう。はい。
私を名乗ってビルス様を怒らせた借りもたっぷり返してやらないとね。あ、はい。そっちの声の方が気合入っとるの。